おはようございます。小西弘之です。コリタンの朝刊読み、今日は日曜日、9月13日日曜日。日曜日といえばスポーツ新聞。今日のスポーツ新聞はこれ、東京中日スポーツですね。まあ今までデイリー阪神のお抱えみたいなで読売ありました。今度は東京中日ということなので、まあということは中日ですね。ちょっと騒音が聞こえますが、このバイクがいっぱい通ってます周りをね。そしてもう最初から言っておきます、雨です。これ以上降るな、これ以上降るな、土砂降りになっても続けるぞ最後までね。ですから一面はやっぱりね、一面は来ましたよ。そりゃそうですよ、中日戦ね、竜もったいないな、3点止まり、負けたんだね。どこに負けたの？はい、DeNA に負けたんですね。大島4度出塁も生かしきれず、主軸が仕留めた DeNA との差が出た。あれね、4番打ってる人がやっぱり違ったんですね。中日も頑張れ。さすが中日の新聞2面も中日、3面も中日。松葉、だからさ、だから、巨人系のスポーツ新聞はこうじゃなかったですよね。まあ、阪神系のデイリーもそうでしたけど、これやっぱり中日なんだね。今季最短 KO。雨には負けないぞ。はい。そして、岡本2発。はい、前剣、ご賞、前剣、じゃあ大リーグだ。マイケンも5勝してんだ、5勝してんだね。はーい、すごい。マー君、1イニング1失点。ほー。あ、911。犠牲者を追悼に警察消防ロゴ。はい、ここ。ですね。アメリカはしますね。すごい、すごい。やっぱり野球ですね。今どれだけ降ってるか、だんだん新聞がこうなってきましたね。あれあれ、いや頑張るぞ。そんなことで、はい、すごい。しぶこちゃん予選突破おめでとう、よかったね。いや降ってるから急いでるんじゃないでしょ、じゃないでしょ、全然違うんですよこれ。そのうちやみますからね、やみますからね。いいね、やっぱりスポーツわかるね。 J リーグ痛恨のドロー、東京FC 東京と神戸2-2。あーねー、ブラジルコンビで2発逆転、もうロスタイムに、ロスタイムになー、やられたんだねー。うーん、 PK はしないの？しないんだね。え、なんで？いや僕思うんですけど、ドローという引き分けというのがね、見ててねやっぱ楽しくないから、ドローじゃなくて PK すればいいじゃないですか。 PK、 これ雨映ってますか、大丈夫ですか、結構降ってますよ。だから前にある元野球の OB の方が言ってましたね、なんだろう、延長はね、ワンアウト一二塁からとか、そういうことしたら野球じゃないとか言っていましたけど、だってさ、サッカーもさ、ドローじゃなくて PK するんだから、そう考えれば野球だって、ね、もう10回からノーアウト1、2塁からやれば早く終わるんですよ、って僕は思うの。ただ問題なのは、そうなるとその勝敗のピッチャーとか、負けたのがセーブがつかないとかって、そういうこともあるんでしょうけど、やっぱりね、これはうちの師匠の萩本が言ったんですけども、プロのスポーツってお客様本位じゃない、お客様本位じゃない、自分たち本位なんだ、もっと野球をお客様本位でやりたいっていう萩本、うちの師匠が言い出してクラブチームを作ったんですよね、茨城ゴールデンゴールズっていうのを。だからもっと野球もこれ J リーグも勝敗を決める、見に行ってやっぱり勝ち負けをはっきりしていただいた方が僕はいいと思う。大リーグなんかね、夜中12時回ってもですよ、やるんですよ。
日本引き分けということをするから、俺は政治もそうだよね、ノーが言えない、違うとか、なんかまあまあいいかっていう、スポーツなんだから勝ち負けはちゃんとつけた方がいい。うん、だからJリーガーの関係者の方いたらね、やりましょうよ、あの PK でも。うん、だってこの、あ、今日からだ、お相撲ありますか、引き分けありますかないよね、勝ち負け白黒はっきりですよね。はい、貴景勝婚約場所いいね、婚約場所。でもね、情けないのがね、今回お横綱お二人が出てないんですよ、横綱不在。何やってんだかね、もうこれも決めれば、横綱も何場所か休場したらもうダメ。うん、潔さですよ、相撲は潔く勝つ、潔く負ける。だからね、横綱もなんだろう、怪我でできないとかって言うとね、俺は、うん、早く辞めるべきだと思いますけどね。はい、そんなわけで来たね、はい、半沢直樹こんなことするんすよね。ほらほら、すごいね、朗読劇ですよ、朗読劇。ほら来たね、負けねえぞ、朗読劇すごいですよね。いまだかつてですよ、テレビのシリーズでね、そのまま朗読劇やるということは、これはこれでいいね、素晴らしいね。新聞がベタベタになってきました。はい、今日からですね、どれだけ降ってるか後ろの方傘さしてますね。はい、相撲が始まります、横綱が2人いませんということは、また若い人たちにチャンスが来るかもしれない。ぜひ皆さんも応援してあげてください。今日はちょっと短いんですけど、これ雨が止まないので、2ヶ月目にして初です。途中でこれになってしまいますけど、はい、勝ち負けはっきりって言いながら、私も雨に今日は負けてしまうかもしれない。はい、でも最後まで頑張ります。最後まで頑張りました。日曜日皆さん素晴らしいお休みしてください。そしてテレビで相撲を応援しましょう。じゃあまた明日、小西隆之でした。素晴らしい休日を、雨が降っても楽しかった、ありがとう、長らくすいません、またふぅ